筋トレは10から15回が限界くらいの重量で、3セットが一番効果的という情報は正しいですか？ガクトさん的重量の決め方を教えていただきたいです。どうも、片田ガクトです。筋トレでは種目、重りの他にセット、回数が重要になります。ただ一般的なジムに通えば、大体スタッフさんに各種目10回3セットやりましょうという風に紹介されると思います。実際今回こんなコメントいただきまして、筋トレは10から15回が限界くらいの重量で、3セットが一番効果的という情報は正しいですか？ガクトさん的重量の決め方を教えていただきたいです。まずこの10回3セットっていう案内は正しいか、間違いだと思います。まず回数なんですけど、筋肉を限界まで追い込めば、軽かろうが重かろうがどっちでもいいんですよ。実際に8から12回ぐらいが限界の重さと、25から35回ぐらいが限界の重量で、それぞれ筋肉を限界まで使った結果、筋肉の成長に差はなかったとする研究もあります。ただ20回みたいに回数がとにかく多いトレーニングってやればわかるんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。で、効果が同じなのであれば6から12回ぐらいの短い時間で終わる回数の方がおすすめです。あと3セットなんですけど、確かに1セットだけ行えるように3セットやった方が効果的。ただ3セットで頭打ちというわけじゃなくて、1週間あたりのセット数が増えれば筋肉の成長にポジティブな効果があるとも考えられているので、別に3セットでやめる必要もないんですよ。増やしちゃっていいでしょう。最後に僕がおすすめする重量、セット、回数の決め方ですけど、代謝はとにかく軽い重量から始めましょう。それは正しいフォームを身につけるという意味合いが強いです。重たい重量よりも軽い重量の方が適切なフォームで行えるので。で、セット回数はぶっちゃけ代謝は何でも大丈夫。10回3セットでもいいし、8回3セットでもいいし、6回3セットでもいい。トレーニングに避ける時間を長く取れるという人は3セット4セットにしてもいいでしょう。で、トレーニングで一番重要なのは、その日に何をやったかじゃなくて、重量、セット、回数を増やしていくことなんですよ。で、重量が軽い方がいいって言ったのは最初だけです。次トレーニングするときは必ず重量を増やしましょう。その次はさらに増やします。その次はさらにです。で、セット回数も同じ。例えば重量を更新し続けて、いつか頭打ちになるんですよ。スクワットを最初20キロでできた人がノンストップで100キロまで持ち上げられるようになるわけじゃない。どこかで最初に設定したセット回数をクリアできない重量がきます。そしたら今度は重量じゃなくてセット回数を増やしましょう。筋肉の成長に必要なのはその日何やるかじゃなくて負荷を上げ続けることなので、とにかく重量なりセットなり回数なり以前やったトレーニングよりも高い負荷をかけてあげるようにしてみてください。それを繰り返せば筋肉は成長します。逆に負荷を更新しなければ筋肉は成長しません。とにかく負荷を増やし続ける、これが筋トレの成功の鍵になります。